天の橋立駅は、京都府宮津市麻門樹にある、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、T15。宮豊線の愛称区間に含まれている。日本産経の一つに数えられ、全国的に有名な観光地、天の橋立への鉄道での玄関口であり、単語観光の拠点ともなる駅である。また、2000年に、第一回近畿の駅百選線にも選ばれている。 2015年5月に駅舎及び駅周辺が改装された。電化路線である宮福線の宮津駅から延長する形で、宮豊線の当駅までの区間も電化されており、JR 線からの電車特急が当駅まで乗り入れてくる。改札口ホーム単語観光情報センター端式、島式の複合型2面3線のホームと留置線2線を持ち、 列車交換や退避が可能な地上駅である。単式の3番乗り場側に駅舎があり、島式の1.2番乗り場へは、階段の湖泉橋か、エレベーターの湖泉橋で連絡している。友人駅で、KTR の直営駅である。丹後半島北部に位置する稲町の船屋を模した駅舎は、1991年に日本鉄道建築協会賞を受賞している。 駅舎に観光案内所、単語観光情報センターを併設する。また、第三セクターの鉄道駅としては珍しく、緑の窓口がある点も特筆される。かつては、キオスクも設置されていたが、2016年に閉店した。以上の路線名は、旅客案内上の名称で記述している。かつては、駅舎側のホームを一番乗り場と扱い、 島式ホームは3.2番乗り場となっていたが、ウィラートレインズへの移管以降に、下り線側からの不満に改められ、現在の不満となった。3番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線、1番乗り場が上下副本線である。1番乗り場の向こう側にはさらに留置線が1本存在し、この線路は特急、橋立の1番列車の折り返しまでの待機などに使われている。 通常は2.3番乗り場を使用するが、折り返し列車もあるため多少の変更がある。当駅止まりの特急は主に2番乗り場に到着して、折り返す。宮津方面からは、どのホームにも入線できるが、豊岡方面からは1.3番乗り場のみ入線、可能。年間を通して、観光利用の大変多い駅であり、JR 西日本のカニカニ日帰りエクスプレスが運行される冬場や、 ゴールデンウィーク、夏の海水浴シーズンは駅員を増配置して対応している。京都丹後鉄道の単独駅では2番目に利用者が多い。1日の平均乗車人員は以下の通りである。南側の飛龍館から見る、天の橋立。左の手前は、天の橋立駅。ありがとうございます。